はい、ということで皆さんどうもこんにちは、お久しぶりです。今日はですねプールに来てます。はい、僕の住んでるところが大体まあ30分ぐらい車出してるところにあるプールでして、でここはですねなんかいろいろ調べてみると、まあ、インドネシアすごい大きな国なんですが、インドネシア国内で、2番目に大きい、まあ、ゴーウェットという場所なんですが、アミューズメントプールになるそうです。特徴としてはね、たくさんいろんなウォータースライダーがあるっていうのが魅力で、前僕も以前来た時はねすごい楽しくて、で久しぶりにもう一回来てみたいなということで今日はここに来てます。もちろんね子供だけじゃなくて大人も楽しめるようなスポットもあって、まあ、流れるプールとかね、あとはいろんな本当にいろんなサイズのウォータースライダーがあって、チューブタイプのやつから一人で滑るやつまでねいろいろあるんで、ちょっと今日はねそれを特集というかいろいろまとめて動画にしていきたいと思います。はい、ジャカルタとかにもアンチョールとかね行けばね、いろんないくつかプールはあるんですけど、ちょっとここはねタンブンというところにあるんですが、田舎ですけど、ジャカルタとか他の地域には引けを取らないプールになってますんで、さあ今日もねかなり暑いからね、プールに入って楽しんですっきりさっぱり、平日のね仕事の疲れを癒すという意味も込めてね、しっかり楽しんじゃいたいというふうに思います。じゃあ行ってみましょう。Okay, let's go. やべえ、超速い超速い、うわおおおお、え、なんか止まっちゃったけど、ああそういうことか、そういうことか、そういうことか、逆向き、オッケー、次はこれね。おい、レッツゴー。あっちあっちあっち、あっ、レッツエイ、レッツエイ、レッツゴー。お久しぶりです。Okay, I'll go first. Oh, fuck. Oh, baby. Oh, no. 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 Oh, no.
ぐらい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 。